マリアテレサメストレは、ルクセンブルク大公、アンリの日。救命は、マリアテレサメストレイバティスタ。アントニオメストレの娘として、キューバの首都ハバナで生まれた。1959年10月のキューバ革命のため、一家はアメリカへ亡命。ニューヨークに移住し、1961年から、ニューヨークのフランス人学校で学んだ。スイスのジュネーブ大学で、 政治学を学んでいた頃、太公を聖だったアンリと出会った。1981年2月14日、アンリと結婚。4男一女に恵まれた。スペイン語、フランス語、英語、ドイツ語、ルクセンブルク語、イタリア語が話せる。現在、ユネスコ親善大使を務めている。息子には、ヨーロッパの大家家貴族の子女との結婚を、 絶望していたシュート目のジョゼフィーヌ・シャルロットとベルジックに家柄を理由に結婚を半ば反対され、結婚後も嫁シュート目の間柄は不和で、2003年にマリア・テレサがシュート目である前代皇妃は貴族出身でない私を目の敵にしている。と結婚時代の自分に対する礼遇ぶりをたびたびマスコミに語っている。これに対してジョゼフィーヌ・シャルロットは、 一切の反論も釈明も行っていない。2017年11月に、ン里大公とともに、日本国を訪問する予定であったが、直前に健康上の理由により取りやめたものの、日本国政府より、訪韓大受賞が授与された。ありがとうございます。